芸協家電車は落語芸術協会所属の2つ目落語家10名によるユニットで2019年10月から毎週金曜日に開催している自主公演の名称ミュージックテイト西新宿店で行われている定例の落語会員以外に YouTube チャンネルを開設し動画配信も行っている西新宿ミュージックテートの新内昇進が決定したため こちら区の新内昇進前日となる2019年9月20日をもって毎週金曜日開催の自主公演、成金は終了した。成金に公演を行うユニットとして2019年4月に結成した。名付け親は、桂隆次で自由な即興的歌唱、演奏という意味の音楽用語と、落語芸術協会事務局がテナントとして入居している。 芸能家電車をかけている。新宿フリースペース村に言う西新宿ミュージックテートを会場に2019年4月から9月は芸協家電茶プレビュー公演として定期的に会を開催し10月から正式に毎週金曜日に定例落語会芸協家電茶を開催している。2019年11月20日より公式 YouTube チャンネルを開設している。 2020年4月から5月は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を中止しており、YouTube チャンネルでメンバーによるトーク動画等を配信している。6月より定例会を再開した。2020年10月3日、初の国立演芸場での公演、芸業家デンツァー機の大合奏を開催した。交板順、ありがとうございます。